コールヤングサルサーは、アメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴ軍、三体サベル出身のプロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のボルチモアオリオールズ所属。ダートマス大学時代の2012年には、トミー・ジョン手術を受けている。2013年の MLB ドラフト25巡目で、クリーブランド・インディアンスから指名され、プロ入り。契約後、参加の A-9。 魔法ニングバレースクラッパーズでプロデビュー。15試合に登板して3勝2敗、防御率1.83、60奪三振を記録した。2014年は A 級レイクカウンティキャプテンズと A 級カロライナマドキャッツでプレーし、2球団合計で27試合に登板して4勝14敗、防御率5.43、129奪三振を記録した。 2015年は2度目となるトミー・ジョン手術を受け、全休した。2016年は、a 級リンチバーグ・ヒルキャッツ、AA 級、アクロン・ラバーダックス、トリプル A 級、コロンバス・クリッパーズでプレイし、3球団合計で42試合に登板して2勝5敗、7セーブ、防御率4.34、70奪三振を記録した。2017年は、AA 級、 アクロンとトリプル A 級コロンバスでプレイし、2球団合計で45試合に登板して3勝1敗、3セーブ、防御率2.70、70奪三振を記録した。2018年も AA 級、アクロンとトリプル A 級コロンバスでプレイし、2球団合計で47試合に登板して8勝4敗、2セーブ、防御率3.86、95奪三振を記録した。 2018年12月13日に、インディアンス、タンパベイレイズ、シアトルマリナーズによる三角トレードが行われ、レイズはインディアンスに、ジェイク・バウアーズを放出し、サルサーとヤン・リディアスを獲得。マリナーズはインディアンスに、カルロス・サンタナを放出し、エドウィーエンカーナシオンを獲得した。2019年、マイナーでは、トリプル A 級ダーラムブルズでプレーし、49試合に、 登板して6勝3敗にセーブ、防御率3.27、89奪三振を記録した。9月2日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りすると6日のトロントブルージェイズ戦でメジャーデビュー。9月29日に DF となった。この年メジャーでは7試合に登板して防御率0.00、9奪三振を記録した。2019年10月1日に ウェーバー工事を経て、ボルチモアオリオールズへ移籍した。ありがとうございます。